はい、こんにちは、僕です。インフォファイナル続きをやっていきましょう。とりあえずここに行きたいんだよな。ここ行けるんだよね。どこに繋がってるかなんですけど、あー、やっぱり宝箱がある場所に来れましたね。何がもらえる？あれ、異物か。異物がもらえるんだ。いや、アギストーン、ブフストーン、傷薬大したものなかったですね。こっちから出られるんだ。待って、回復した方がいいのかな。いや、みんなた、あれ、ちょっと待って、危ねえこれ何、これみんな感させられてますね。危ねえな。待って、トークがついてるな。よし、ブフを咳込みに変身ね。え、いや、させないさせない、ブフなんてことしようとしてんだ。ディアンを勝利の勝利武器。勝利の勝利武器いるかな？いらなくない？いらない。バトル終了時に HP を小回復ね。いりませんね。で、チャレンジクエストが、いや、すげえ量の、あ、そうそうそう。ダウンロードコンテンツをね、先に購入してあります。ほとんどそれですね。というのも、この DS と Wii U でね、Nintendo e ショップが、購入できなくなるようなので、すでにね、クレジットカードでの購入はできなくなってるんですよ。確か今年の8月に残高の追加が行えなくなるんですかね。確かね。で、来年の3月に、まあ、一切の追加ができなくなるっていう、まあ、段階を追って、徐々に e ショップでのね、購入ができなくなっていくっていうことなので、まあ、それもあって、ちょっとね、このシンフォファイナルのプレイを開始したんですけど、とりあえずね、必要そうなダウンロードコンテンツはすべて購入済みになっております。そしたらね、どこに行けばいいんだっけ？確か、のぞみ姉さんのところに用があるんだよね。のぞみ姉さん。多分ね、多分のぞみ姉さんだと思うんですよね。ねえ、そういえば、ナナシ、あれ、忘れてない？何か忘れてる？せっかく正式なハンターになったんだから、ちゃんとあれをやらないとダメだよ。あれって何？朝日が上目遣いでペペチの顔を覗く。あれが何を指しているのか、ペペチには見当がつかない。もう、あれだよ、あれ。あれ？ピッてやって、バーって広がる、あれ。あー、なるほどね。ペペチは朝日の説明で、一応あれが何か思い立った。ピッとやって、バーね。これね、スキャンか、エリアスキャン。いや、全く同じですね、新法と。ただね、今作は色が、なんていうの、テーマカラーが青なんですよね。これをやってこそ正式なハンターって感じだよね。それじゃあ気を取り直して上野に向かおうか。うん、上野に向かいましょう。これ毎回禁止公園を通らないと、禁止町の駅には行けないんですね。待って、あそこに、待って、なんか見るんだけど、あれなんですかね。ちょっと待って、なんかいるよ。あれなんですか。ちょっとセーブしてから戦おうかな。こいつが気になる。危ねえ、後ろから来てたよ。あれ、豆だぬきだな。こいつってまだアナライズしてないんですよね。こいつ何弱点かわかんないな。確かアギが効かなかった気がする。ブフは効くかな、どうかな。あ、全然効かない。まずい。動物拳。待って、強いな、こいつ。物理の方が効きますね。あいつ寝たんで、起こさずに置こうか。物理攻撃の方が効きそうだな。ただ弱点が全然わかんないな。あ、10弱点だ。10弱点か、困ったな。OK、一体倒したよ。あ、ナイスだ。なんで豆だぬき、豆だぬきの黒側？何に使うんだ？何かのクエストに必要だったのかな？あ、豆袋。待って、パートナーの方も、なんか、異物拾ってますね。これ、豆だぬきのチャレンジクエストかな？もしかして。そんな気がするな。豆だぬきがどこに出てくるか、マップに表示されるんですね。ありがたいな。吹き飛んでった。あれ、入手アイテム。あ、手に入らなかったな。どんどん出てくるぞ、豆だぬき。
二つ目ね。袋側。タヌキの袋側。何の袋かは明言されてないけど、何かの袋なんでしょう。チャレンジクエスト、いや、なんてチャレンジクエストの内容を確認しておいた方がいいかな。うん、これだ。受注しなくても、受注しなくてもいいんですね。食の豊かさを知らないガキどもに、とっておきのお稲荷さんを振る舞いて、豆だぬきの袋側を3つ用意してもらえるか。お稲荷さんは、この袋が決め手なもんでな。豆だぬきは錦糸公園にいるらしいから、美食のためによろしく頼むぜ。マジか、本気かよ。信じらんねえな。ガキどもになんてもん食わせようとしてんだろう。ん、何がある。わ、死んでる。これ、仲間、人外ハンターだよね。アサヒはペペチの腕をつかみ、後ろに隠れる。ナナシ、仲間の遺体を見つけたら紹介に報告しないといけないんだ。ああ、そうなんだ。スマホで個人のデータにアクセスして、紹介に該当の人が死亡したことを報告するの。アサヒは両手を合わせ、悲しそうな顔で仲間の亡きを見やる。報告すると、うん、個人が保有していたアプリポイントを譲ってもらえる。はい、そうなんだ。私たちも、一発の人外ハンターとして、死んでいった仲間の分も頑張らないとね。アプリポイントを引き継がれていくんですね。行方不明者の発見報告、うん、しましょう。うん、そんなことをしていたんですね。人外ハンター、アプリポイントを参入してしました。豆だぬきがいないんだよな。いや、出てきた、出てきた。豆だぬき出てきましたね。OK。豆だぬきの袋側、揃いましたね。一気に二つ出てきましたね。一回帰ろうかな、じゃあ。依頼されていたものは手に入れたな。うん、召喚へ届けるなら手早く済ませろ。こういうところにも干渉してくるんだ、こいつ、ダグザ。納品する。納品可能って出るのは助かるな。ああ、そのクエストか。その依頼で必要な物は、豆だぬきの袋側を3個だな。納品しよう。豆だぬきの袋側を3個。腹いっぱいにしてやるよ。クエスト終了。結構経験値もらえるんですね。お前もディアン覚えるの？いやー、まあ、いらないかな、どれも。大丈夫。納品しとくよ。本当か？大丈夫か？待って、マスターがいますね。せっかく正式なハンターになったんだ。人様の役に立ってこい。だが、あまり無茶はするなよ。行き急いでもいいことはねえからな。なんか会話変わってたりするかな。特に変化なさそうですね。回復していこう。いなり寿司。ただで持ってって いいぜ。どうする食べづれーなっていただく。やった。あ、自分で取ってきた材料の食事ってやっぱり最高だね。いや、豆だぬきの袋の皮で作ったいなり寿司ですよ。まあ、もうそんな文句は言ってられないのか。ああ、ここでもエリアスキャンするんだ。ラージマップでも。東京。東京ですね。上のアメ横に来てって言ってましたよね、確かね。とりあえず、あそこに行けばいいのかな？上の駅の方に行けばいいのかな？待って、念のためセーブしておこうか。こまめなね、セーブをしていかないと。不安なんだよね。新女神転生っていうゲームはね。多分ここでいいんじゃないかな。入れましたね、上の。いや、全く変わりないですね、上の駅。いや、全く同じじゃないですか。上野。やってまいりました、上野。一旦この駅の周り探索しますか。異物とかやっぱりあるんだ、ここに。全く同じじゃないですか。ちょっと悪魔戦ってみますか。鬼。鬼が出てきたな。こいつ確かね、弱点が確か神聖属性しかないんじゃない？
ウフとかやってみるか。アギがね、効かないと思うんだ、多分。アギが効かなくて、確か物理耐性もある気がするんだよな。あれ？ジオ弱点でしたね。ジオ弱点が。弱点あるんだ。え、待って、強い。なかなか倒せないんだけど。HP 高いな。もうちょいでレベル上がるな。一回悪魔合体もしていきますか。何か新しい悪魔、あ、レベル10になったからエンジェルが作れるんだ。エンジェルか、エンジェルですね。エンジェル作っていこうかな。ジオに弱い。ディア、とりあえず全部継承していけばいいかな。下履いてないんだよな、やっぱり。下履いてない。これによって新しい悪魔何かいないかな。あれ？レベル高いんですね、本作だと。な、パイア。あ、可愛くなってるな。なんか随分可愛くなってますね。同じ悪魔でも、前作の新法と比べてね、イラストが描き直されてるんですね。な、パイア作りたいな、妖精のパイア。あとはね、見慣れた悪魔ですね。レベル、待って、レベルいくつだっけ？ナパイアレベル12。今レベル10だから、あと2レベル上がれば、打っていけますね。そしたらね、エンジェルとグレムリン交換していこうかな。ほんで、次のエリア。上の駅正面玄関口。あ、次のエリアなんてありましたっけ？あ、あったな。ありましたね。そういえば。ここは異物。これは？はしごか。あ、いちいち上を見上げなくてもはしご登れるんだ。結構やりやすくなりましたね。ファイナルになって。で、やっぱりね、そっち側にあるんだ。これ覚えてますよ。すごい。A ボタン押したらね、フォーカスしてくれるんだ、はしごの方に。やりやすくなりましたね、本当に。ここにね、壁があるのも、前作と同じですね。これは、あ、お香ね、お香の効果をちょっと確認しておきたかったんだよね。力を1上昇させる。対象味方単体。1上昇させるのが、小の効果ってことなのかな。どうしようかな。主人公にも使えるのかな、これ。あ、主人公にも使えるんだ。どうしようかな。今、仲間にね、どうせ使っても、どんどん仲間はね、入れ替わっていくんで、主人公に使ってってしまった方がいい気がするけど、最終的に主人公のステータスがどれくらいまで上がるのかなんだよな。少し取っておきますか。ほんで、上野駅、あれ、入れないよ。ここから入れないんですね。え、じゃあ何？そっち側に行かなきゃいけないのか？次のエリアに行ってみようか。中央通り、上の中央通りにやってきました。広いんだよね、ここ確かね。ここにある異物欲しいな。あんまり敵がね、敵悪魔があんまり向かってこないからいいっすね。やべ、また鬼が来たよ。鬼強えんだ。硬いんだよね、鬼。うまくすれば一撃で。あれ待って。弱点じゃないんだ、ハーマって。一撃で倒せたけど。あれ待って、今見てなかったけど。ハーマってダメージあるのかな？もう一回やってみたいな、ハーマ。痛え。ああ、数字のダメージ入るんですね、本作から。だいぶハマとかムダとか使いやすくなってるんじゃないですか、じゃあ。お前もジオン覚えるのか。成仏剣はいらないっすね。待って、すんげえダメージ受けたんだよな。だいぶね、ディアンが使える悪魔増えてきたから、助かるな。安心ですね。そしたら次はメディアが欲しくなってくるんですよね。あれ？この辺になんか異物なかったっけ？今取ったんだっけ？取ったんだ。取りましたね。どこに行けばいいんだ？これは異物。これは？これも異物。まだなんかある。え、次のエリアがあるよ、まだ。文明
品。うわ、なんだっけこれ。これ多分ね、秋に弱いと思う、山椒。なんとなく見た目で弱点を判断していきましょう。秋マイナス1だけど、あんまり気にならないですね。いや、でも半分近く低いのか。うん、山椒を仲間にしてないよ。仲間にも入れてった方がいいかな。あ、リャナンシーが出てきた。あ、リャナンシー欲しいな。交渉してみようか。あれ、レベル高い？私、急いでるんだけど。そんなに怒らないで仲間になってくれ。とんとつね。それなら、誠意を示して、男ならどうするべきか、わかるわよね。わかる。やっぱりわかってないじゃない。自ら黙って差し出すのが筋じゃない。その命を。そんなバカな。いっぺーな。やめろ。一気の根を止められるところだった。いや、なんし、あ、レベル9か。高くないんだ、そんなに。とりあえず鬼は倒しておこうか。片付けておこう。避けられてんじゃねえよ。嘘。当たんないんだけど。嘘。一ターンかけて一人も倒せなかった。と待って、朝日のピクシーがなんか最近ね、なんなの、ぽいことするんだよね、攻撃をね。行動。なんなんですかね。秋効くかな。弱点わかんなかったな。経験値が高い。まだちょっと回復しないと。すげえよ、火種が半端じゃないっすね。あの、鬼の攻撃が相変わらず痛いんだ。あ、また死体がある。発見報告していきましょう。アプリポイントがもらえるってありがたいですよね。ほんで、これ壊して、なんか地下に続くマンホールがあるよ。降りちゃったけど。中央地下街。あれ、これ、またこれあるよ。これ何なんですかね。霊的な力の本流を感じるが何も起こらない。これ何なんですかね。どうしていけるんだろう。ここにも異物がある。これで一通りね、この中央通りのマップは埋まったので、じゃあ次のエリアに行ってみようか。あ、アメ横通りにやってきましたね。このどこかにのぞみ姉さんがいる。いや、結構異物拾ってるんだよな。やべ、いっぱい出てきた。チョトンタンも出てきたよ。ちょとんだ。ちょとんだ。弱点覚えてないな。とりあえず山椒を片付けて、何が効くかな。なんか緑色だからね、残が効かなそうな気がするんだよな。あ、浜弱点だ。ジオが効くんじゃないかな。ほら、ジオ弱点でした。じゃあジオで、とどめを刺していくか。仲間にしなくてもいいかな。オッケー。経験値がすごいんですけど。ナバール。お前、タルカジャ、マカカジャ覚えるんだ。本作のタルカジャは味方全体なんですね。ペルソナとね、効果が違うから注意が必要なんですよね。え、なんだ？あ、やっぱり上向かないとダメなんだ。やーべえ。そんなところに出てくんの？ MP なくなってしまいましたね。しんどいな。オッケー、倒せた。いや、MP の消耗が激しいな、主人公。あ、待って、これ何もねえし、ここ。何もないのか。誰かいるよ。まったく、こんな悪魔だらけの場所で、門番なんてついてないね。何してるんだ、ここで。あれ、待って、雨横で、あれ、このキッサンアンバサダーって覚えてますよ。のぞみ姉さんいるのここなんじゃないのかな。これなんだ。あ、異物か。まだ行けないのかな。じゃあ中央地下鉄入り口。あ、ちょっと松の良さ。松の良さ。